英語力がずっと割れる。英語得意な人いないの？ケータ、ケータが得意。ケータくんだよ。ケータくん、ご指名、ご指名ですよ。ケータどこ？ビヨーン。ビヨーン。あ、でもね、私ね、中学校でね、ビヨーン習わなかった。そうね、うん、教科書なかった。はい、よろしくお願いします。はい。で、2つ目の顔はですね、こう見えても一応結婚してまして、主婦を家でしています。でもね、なかなか私は病気に障害があるので、できることが少ないんですけれども、まあ、なんとかね、パーソナルモビリティっていうのはですね、誰でも乗ってもいい乗り物なんですよ。そうそう、うん、だから別にね、足が悪いから大丈夫結構ね、ちょっと運転下手だで、全社員が集まって、この時は吉本興業の芸人さんを呼んで研修をしたんですけど、はい、まあ、そういう研修をリードしたりっていうのを普段してますっていう話。症状としては脳と視神経と脊髄に病巣ができるんですね。まあ、白い病巣ができるんです。で、その病巣ができたところにいろいろな様々な症状が出ます。例えば目のところにできたらちょっと見えにくいとか見えないとか、あとは運動障害、まあ、視覚障害、疲れ、排尿障害、まあ、いろいろ出てくるんですけれども、それは、多発性硬化症の人だから、この病気っていうのは、この症状っていうのは結構区別がつきにくいんですね。そうなんです。私たちはみんなと同じように歩いたりとか走ったりとかするのは難しいけども、でもできることがあるんですよ。こんなことでもいいし、うん、何でもいいよね。人を褒めるとか上手とか、うん、そんなのでもいいし、うんうん、だと思います。お聞きいただきましょう。本日のお客様は河野さんです。お願いします。Thank you.